OB の方との対談になります。そして今日のゲストはこちらです。鎌田二郎です。よろしくお願いします。大学3年の時に、まあ、教科指定で入ったんですけども、はいはい、まあ、それどういう絡みで経緯で入ったのかっていうのと、あと大学の試合とその J リーグの試合両方やる時の苦労というか、そういうのがあったら話してもらえればなと。まあ、僕大学3年生の時にレイソルのセンターバックに怪我人が多いっていう風に聞いてたんですよ。それでちょっと探してるって、うんうん、何年？2007年？6年です。石さんの時じゃないですか。6年 J2 あ、J1 上がった時、え、J2 の時か。 J2 落ちた時です。5年 J2 落ちた、あ、その年ね。はい、6年。あ、俺そうだね、膝怪我してたね。その時に来たんだっけ、レイソル。そうです。センターバックがもうほとんど怪我人で、ね、確かにか、岡さんとかも怪我してたのかな。違う、岡さんと組んだから、岡さんとパンゾーとか出てたかな。石とか、石はサイドバックわかんないけど、パンゾーもサイドバック。あ、でもそうですね、その辺、うん、結構、ね、怪我人多いって言われて、うんうんうん、でレーソルからこうもう強化してでみたいな話になって、うん、その週とかその次の週ぐらいにアウェーのトスカなんかでデビューさせてもらったんですけど、なんかすごいスピード感あって、俺も全然、ね、準備する時間なくてああ、わかりました、わかりましたみたいな感じでいきましたけど。でもそれでしっかりね、結果残せるってすごい。そうですね。なかなか、ね、はい、そうやって順応できないけど、そういう能力はね、あるんじゃないかなって。そうです ね。あんまり、正直、レイソルが J2 落ちたら、うん、必ず J1 に上げなきゃいけないってプレッシャーあるじゃないですか。うん、多分あの時もあったと思うんですよ。うん、あったね。俺全くノープレッシャーだったんで。やりやすかった。はい。まあ別に自分のことだけちょっと集中しないといけない。もう試合に勝つことだけに集中だから J1 とか J2 とか全然考えられない状態で言ってたんで、もう無我夢中っていうかだったんで、そのプレッシャー感じてたらもしかしたらいいパフォーマンスできなかったかもしれないですけど。いや、でもそんなことないと思うけどね。普通にね、落ち着いてやってたし、まあ、イッサンもね、信頼していたし。そうです、イッサンが使ってくれたのがすごい。あとはイッサンのサッカーが分かりやすかったからね。はいはいはい、そこに合わせてやるだけ、ね、難しいことは特にしてないし、うん、はい、まあ若かったからやっぱ動けるっていうのもあったし、そうだよ、あのサッカーで。確かに確かに、そういう経緯だ ね。 そうですね。だからその大学と結構週末かぶっちゃう時もあったんですけど、うん、試合とか中野さん、中野監督が、うん、あの留大のもうレイソル優先でいいよってことで、あ、そうなんだ、かぶった時はレイソル行って、土曜やって日曜、うんうん、まあ大学の試合あるんですけど、そっちはベンチからスタートとか、うんうんうん、まあ行けるときは行くみたいなやってました、ね。一回仙台に行って、はい、それでまた柏に戻ってきたじゃないですか、はいはい、また再び戻るっていうのは一体どういう経緯でそうなったのかなっていう。大丈夫、言えないこともあるんじゃない。いや、全然言えますよ。そう、急に寝るシーンのに俺隠してることはないですもん、ね、寝るシーンのにいらねえって言われてまた戻ってこいってまた欲しいからみたいな感じ。いや、これはでもなんかどういう流れなの。僕寝るシーンのにだから2回切られてるってことなんで、ある意味そういうこと。最初辞めるときも寝るシーンだったじゃないですか。うん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 。で今回、まあ今回っていうか、うん、もうまあそうです、相模原に行く前、行く時のね、行く時もまあ、うんうんうん、ある意味その、まあ、構想外っていうことだったんで、うんうんうん、移籍さっきを探したんですけど、うんうん、まあ別にそんなにだから寝るシーンは嫌いってことは僕はなくて、うん、すごいその勝負に徹する監督なので。うん、そうだね、うん、その辺は合う合わない絶対出てくるんで、どの監督でも。確かに、はい、まあ、だからこそ谷君がすごいと思うんですけどね。すごいよね、永遠にどの監督でも出続けてるんで。そうだよね、やっぱりすごいですよね、うん、そう振り返ると。しかも何がすごいって、これ悪く言うわけじゃないけど特徴ないじゃん、はい、正直だからそこがすごいよね。なんかもう本当に守備はすごいとかいるじゃん、はいはい、ボランチだったら守備がもうすごくて運動量すごいとかね、ボランチのドリブルでこうちょっと運べたりとか、はい、なんか何って言われた時に説明しづらいよね。谷のプレー何がすごいのって言われた時によく、ね、聞かれるけど何がすごいんだろうって、ニュースの時からずっとやってても、はい、何がすごかったっけなあいつみたいな。いや、なんかが突出してないけど、してないよ、ね、グラフ的にはこうほぼほぼ埋まってるような、ね、平均点以上で、うん、そういう選手でもたくさんいるじゃん。
ね、その中でもそう何がすごいんだろうっていうのがあんまりこうパッと出てこない、うん、確かにそうですね。こんな長い期間でもやっぱりねいてほしいというかいる安心感みたいなのあるじゃん。やっぱ途中からとかでもそうなんですけど入ると、うん、やっぱボールの動き方が全然違うんですよ、ね、正直、うんうん、それはでもね他の人がちゃんとポジション取れてないってことなのかな。じゃあボールを回るような考えてやっぱりこうポジション取ろうとしてるけどやっぱり谷はねもっと流れを見ながら うまくねこうスムーズに動かせるっていうところなのかな。周りを動かしながらだから点取り行くぞみたいな交代とかあるじゃないですか。フォワード行ったり、うん、守り行くぞみたいな、うん、結構ボール持ちたいみたいな交代の時って難しくないですか、うんうん、今ボール持ちたいな。でも谷君パッて入れると持てるんですよ。あ、そう。それが俺すごいと思いました。へ、晩年の谷は見てないから、もう2015年でもいなくなってるから。そうですね、俺が見た最後の方とか。その後の谷は知らないかな。その途中から出てくる谷があんまり分かんない。ああ、そういう感じだった、ね。すごかったですね。まあでもすごいよね。あそこまでできるっていうのは。そうです。で、そんな本があって仙台に移籍することになったんですよ。うんうん。で、最初、手倉森さんとか、この GM の人がこう、東京の方まで来てくれて、うん、一番最初話してくれて、うん、で移籍することになって 2009年からですね。で6年間計いたんですけど、うんうん、仙台にはそうか、はい、震災の時もその次の年が震災で、うん、だ正直自分のキャリアで一番輝かしかったのは仙台だと思うんですよ。仙台の時すごかったよね。はい、あのチーム自体も良かったし、うん、個人のパフォーマンスとしても、うんうん、そうだよね、すごい貢献できたなってチームに感じてて、うん、確かに。そうですね、その J2 から仙台が上がった1年目で移籍したんで、うん、結構難しかったと思うんですけど、すぐ J2 落ちちゃったりとかっていう可能性ももちろん規模的にもあったんですけど、うんうん、なんとかこう踏ん張って震災乗り越えてっていうところで、うん、そうだよね、はい、途中6年いた中で2年目か3年目ぐらいにまたレイソルから実はオファーもらってて。あ、そうなんだ、はい、2年目か3年目、2013とか11年、12年終わった時ぐらいに。ああ、そうなんだ、はい、でそれも、ああ、それで結局あれかな、じゃあジロー取れなくて、那須さん取ったのか、あかもしんないですね、ちょっと分かんないですけど、うん、その辺は。ただその時もやっぱり監督が寝るし、にょ確かにね、ここでなんでまたオファーをくれたのかってちょっとよく分かんなかったし、いや、パフォーマンスは良かったからね、それは1000円の点で、そうですね、そういう評価はもちろん嬉しいんですけど、うん、また練習には出られなくなったみたいな、そこはちょっと考えたし、うん、仙台の方良かった時期だったんで、ちょっと出れないなと思って、はいはい、でもあ、それで言ったら多分ちょうど医師もそうかもしれない、その時期って言ってた、またレーソルからオファーあったの。あ、だから多分リストアップされてるのが医師とか医師、ジローで那須さんとかって。ああ、そうなんですね。その3人すごいいいメンバーだねその3バックとか良さそうだねそれで6年いて、うん、レイソルからまたこうオファー、あの時誰か、あれ誰だっけな、何年、16メンデスって言ったじゃないですか、2016それ2016年かな、16メンデスでシモさんにすぐもうパッと変わっちゃった、3試合ぐらいで、開幕3試合ぐらいで変わっちゃった時なんですけど、でこうまあ俺もちょっと親父がその前の年に亡くなってたりとか、あ、そうなんで、あって、でちょっともう帰るタイミングちょうど良かったっていうのもあれですけど、うん、あのオファーいただいたんで、まあ帰ってきて、それもまた結構長い期間レイソルで、そうだよね、なんで、はい、そっから16、17、18、19、20とかやったかな、5年ぐらい長いね、はい、やりました、ね、まあそこでもやっぱり一回実落ちて、基本的には出てた試合、なんかそのレイソルの試合全然見てなかったんだけど、俺が帰ってきた時は下さんがまあ途中変わって、で中谷、中山ら、ね、あ、はいはい、まあユース、うんうん、下さんが見てたユースの子たちが、うんうんうん、バンバン出てたんですよ、 あいつら足元めっちゃうまいじゃないですか、うん、俺それに衝撃受けてやべえってなったんですよでもジローもだって足元結構できる、あいつらもちょっと次元が違うっていうか動かし方の、やっぱあのもうやってるからね、動かし方とかね、あのボランチに谷君いて、浩平、うんうん、手塚浩平いて、うん、あの辺の動かし方とか超うまかったんですよ、慣れてるからね、ずっとやってるもんね、それを。で俺もそれ見てやべえって焦って、う
でそっからもう足元 そいつらのやってる練習とか見ながら、ね、練習終わった後、うん、三角形のパスとかやって、うん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 、でやって頑張ってたらでシンが名古屋行っちゃったりとか、うん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 、あって結構まあ出させてもらいました、ね、あはい、そういうとこだよね。まあ、何が足りないかはやっぱり、ね、自分で考えてそこでしっかり努力することでまたねポジションをつかむっていう、ね、すごいねことだよね。だから30、そこも30歳ぐらいだと思うんですけど、うん、30前後だけど30、俺のあれですけど32、3でもまだ伸びるなって思いましたもん。そうだよね、はい、それ証明したってことだもんね、はい、だからまあね、もともとの技術さえあれば、はい、そのねやっぱり回し方とかそのポジションとかどうやってこうね動かしてるのかっていうのまた勉強し直せばそこはねもう一個上にレベルアップできるっていうのがね証明できたし、それはまあでももともとねそういう基礎的な能力やっぱりねしっかり持ってるからねこそだと思うし、そうですね。でもねそこで足りないって思ったのをね考えて自分で行動できてるのはすごいよね。俺もやっぱり速くもないしでかくもないし、うん、そうだね、センターバックとしては、はい、そうですね、持ってるものは全然なんで、うんうん、他でこうカバーしないといけないっていうのがあるんで、確かに、まあ、それはちっちゃい頃からですけど、うんうん、本当に頭使ってで技術練習してサッカー間磨いてっていうのは、うんうん、結局、まあ、谷君とかもそうですけど大事なのかなって、ま、そうだね、確かにそこだよね、はい、それで言ったら確かにジローもね、いや、 そんなに特徴いやいや全然ない、ね、ないんですよ、はい、そうだよね。でも何でもできなきゃいけないって感じなんですよ。何でもできるなって感じ、はい、そうです。何ができるわけでもないんですけど、何でもできる、はい、そうですね、っていうのはそう一番最初に来た時にあ、上手いなって思って、あの2006年かなんか上手いやつ来たなっていう、そう強さのところは、ね、ああ全然それは石さんに超鍛えてもらいましたね。そう、それは感じたね、はい、それだから大学に帰った時に俺めっちゃ強くいったんですよ、うん、足元とか、うん、やっぱ周りのやつらは、うん、違う、変わったねみたいな、あーやっぱり、ね、それ言ってましたね、確かに。そこはやっぱり意識のところと、ね、はい、練習での激しさでやっぱ変えていけるから、ね、うん、もうそうですね、大学生とやっぱプロのレベル全く違うのを感じましたね。そっかそっか、